アドモニッシアに行くには証拠装置を奪う必要があるな。同じ平和維持軍の兵士と戦うことになるがいいのかな。仕方ないだろう。アイザック派の連中を止めるためだ。それでは急いだ方が良くないでしょうか。今にも飛び立ちそうです。さあ。なんだい。教えてください。みんな。あとはお前の運命を。動くな。見せてやる。飛ばされなさい。はい。はい。はっ。そう。はっ。動くな。見せてやる。光の気迫。みんな。なかなかやるぞ。えら。敵を導く力を。えい。キワ。なんだ。次の手。なんでも言ってくれ。ジック、次の何でしょう。やってみます。飛ばされなさい。魔力よ。なかなかやった。なんだい。急いで加護を教えてください。やってみます。いけ。何でしょう。わかります。次の。次の手。なんだい。オッケー。飛べ。教えてください。わかりました。行って。教えてください。わかりました。何でしょう。なんで。何でしょう。次の手は。お任せあれ。
セルディス殿はどうする？どこかに捕らえられているんだろう。今は砲撃を止めさせる方が先だ。このままブリッジへ向かう。そうですね。いつチャージが終わるか分かりませんから。なかなかやるだろう。運命を決めた。なかなかやるだろう。なるな。こういう時こそ冷静にならねばいかんぞ。どこか別の突入口を探そう。でも内部の構造に詳しい人でもいないと。なんだい？オッケー！なんだい？なんだい？オッケー！なんでも言ってくれ。何でも言ってくれ。お任せあれ。何でしょう。やってみ。何でも言ってくれ。俺に任せな。何でも言ってくれ。俺に任せな。何でしょう。やってみ。次の手は。お任せ。教えてください。
次の手は。なんだい？オッケー。なんだい？オッケー。なんでも俺に任せな。なんでも言ってくれ。俺に任せ。なんだい？オッケー。なんでも言ってくれ。俺に任せな。なんでも俺に任せな。なんだい？俺に任せな。ここはどこだ？誰かの部屋みたいですね。間もなくチャージが完了する。館内のスタッフは持ち場につけ。セルディス派の者を見つけたら速やかに拘束せよ。時間がないな。何でも言って、お聞かせ願おう。教えてください。じっくり考え。なんだい？次の手を。教えてください。わかりました。この力で平和を。何でも言ってくれ。何でしょう。わかりました。せい。なんでしょう。やってみます。なかなかやるだろう。かばかれなさい。はっ。教えてください。わかりました。なかなかやるだろう。そう。
任せられ。こりゃ、うん、
受けてみろ。何でしょう。当てみます。承知した。何でしょう。やってみます。お任せあれ。この体に動きか。お任せあれ。教えてください。やってみます。次の手お任せあれ。何でしょう。何でも言ってくれ。お聞かせ願おう。やっぱり正義は勝つ。親父を閉じ込めた部屋の鍵をよこせ。お前たちは甘い。ここで連中に一撃加えなければ我々は舐められる。維持軍に手を出すことの愚かさを思い知らさねばならないのだ。20年前の恐怖、アドモニッシャーの力を思い出させるには。何事だ。これは動力炉で事故。いかん、このままでは墜落する。副司令は乗員の退去。俺たちが動力室へ向かう。次の手は。ジェイクバルトさん、どうしてここに。それより彼の持っているものを見てよ。流力を返せ。この流力は俺が預かる。これ以上流脈を浪費させるわけにはいかん。まだ今はクイーンに出てこられては困るからな。何を言っているんだ。クイーンってのは何のことだ。お笑いだな。この世界のやつはクイーンの恐怖を忘れているのか。クイーンを忘れて平和だなんだとほざいているのか。うるさい。それよりクイーンってのは何だ。クイーンスクリーパー、つまりスクリーパーの親玉だ。先人たちが多くの犠牲を払ってカイザリス島に封じた最強の厄災、それがクイーンスクリーパーだ。カイザリス島のクイーンスクリーパー。まさか各地に残る悪魔の伝承は。大地に深い傷跡をつけたというあの伝承ですか。あれは伝承なんかじゃない。人間には到底倒すことのできぬ存在、それがクイーンスクリーパーだ。それが蘇った時、お前たちはどうするつもりだ。
信じられねえ。貴様が信じようが信じまいがどうでもいい。どの道お前たちには何もできぬのだからな。だが龍脈の力を弱らせればクイーンの復活が早まる。それだけは防がねばならん。この龍玉はもらっていく。こら待て。